大河ドラマの大ブームを巻き起こしたのは、80年代に放送された毒メリル政宗でした。そんな伊達政宗は、現代でもゲームなどで人気の高い戦国武将の一人なのです。この伊達政宗の母でもあり、独眼竜の影響から極悪扱いされてしまった西条義満、最上義明の妹でもある義姫、義姫。彼女は気が強くて、伊達政宗を疎んじた鬼母のようなイメージを持っている人も多いでしょう。